動画をご覧の皆さん、こんにちは、エキホビです。今回は、前々回かな、ワンフェスに参加する予定に今していまして、で、今回はね、ワンダーフェスティバルに参加するときに、出展するペルソナのイゴールの原型の方ね、続きの作業を紹介していこうかなと思っています。前回の動画では胴体の方までね完成して、椅子に関してはまだ骨組みの状態でした。なので今回椅子とあとは胴体の続きの方を紹介していこうかなと思っています。ちなみにね、冬のワンダーフェスティバルなんですけど、この度なんとか当選しました。2月12日は、開式がだいたい10時からだったと思うんですけど、ぜひ来ていただければ、僕と、お話とかは、お話した人いるかなとか、あとは、このイゴールとか、あとはもう一つね、商品も用意しているので、ぜひ来ていただけると非常に嬉しいです。誰も来てくれないっていうのが正直個人的には一番辛いので、ぜひ、来てください。で、椅子の方なんですけど、針金で骨組みを作って、それをガイドにしながらアルミホイルをそれに巻いていって、中身を作って、でそれに少しずつスカルピーを盛り付けていって作っていったっていう感じになりますね。でベルベット柄っていうんですかね、アンティーク調のソファーをぽい感じに作ろうかなと思っているので、ちょうど手元にクレアモードさんの、アルトリアオルタのソファーがあったので、それを参考にしながら作っていきました。ペルソナ3とかでも、イゴールが座ってる椅子って、丸いパンチングというか、ボタンが入れてあって、そこにひし形のディテールが入っているのがすごく印象的ですよね。でなので背もたれはベルトベッド加工がされたヴィンテージ的な椅子にしようかなと思って、目印の黒い点々を入れていって、でそこからスパチュラを使ってひし形のモールドを彫っていきました。でモールドを彫った後はこれ何やってるかっていうと、米粒みたいなちっちゃい、スカルピーを置いていって、ひし形の中央の部分はこういったソファーって中央が盛り上がってる感じで、やっぱり立体感があるソファーになるので、それを表現するために米粒大のスカルピーをこのひし形の真ん中に置いていって、でそれを一つ一つこうやって鳴らしていくことで立体感を表現していくっていう感じになります。で結構ね、このモールドというかこの出っ張りを入れていく作業なかなか大変でしたね。もう動画的には変わり映えが画面的にしないんで、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、これ結構ね 5時間ぐらい、3、4時間ぐらいかかったんかな、5時間言い過ぎかな。で椅子に座らせるとこんな感じ。この瞬間正直かなりテンション上がりましたね。かなりいい感じかなって思ってます。であとは、椅子を焼いて固めたら足をね一旦切り離して、足はまた別で作ってみようかなと思ってます。でこの足はね、やっぱり綺麗なまっすぐな棒をスカルピーで作るの僕はちょっとまだ難しいなと思ってて、なので今回ちょっとまた別のマテリアルを用意して作ってみました。で背もたれも同様に切断していきます。でスカルピーなんですけど、ヒートガンとかで温めてあげると、またスカルピー自体が柔らかくなって、デザインナイフを使えば簡単に切断することができます。ただね、これ中に針金が通ってる関係上、ちょっと針金のところだけは切断するのがちょっとコツがいるというか、電動リューターを今回は使用して切断しました。でこの切断した断面なんですけど、ここはね背もたれのパーツとのジョイントというか関節の部分になるので、表面をきれいにならしておいて、でしっかりと噛み合うように調整していく必要がありますね。で穴が開いてるのが分かると思うんですけど、この針金とかが露出しているところに関してはもう一度スカルピーを盛り直してきれいに表面をならしておきました。で座面の裏側も同様ですね。座面の裏側も均等になるようにへこんでいる部分にスカルピーを盛り付けていきます。この裏側のところに今ちょっとスカルピー盛り付けているんですけど、やっぱ裏側がガタガタしているとやっぱり綺麗にできないっていうのがあるので、ここをちょっと丁寧に盛り付けていきましたね。こんな感じ、親指で鳴らしながらやっていくとやりやすいんじゃないかなと思います。だから結構これスカルピー自体の厚みが結構分厚いので、ちょっとこれレジンがどれぐらい使うかちょっと恐ろしいですね。でガスストーブで焼いて固めた後は彫刻刀の平刃を使ってカンナがけしていくイメージで面出しをしていきました。この彫刻刀の平刃だけでも結構綺麗にまっすぐなる線を作ることができましたね。これかなり便利でした。
デザインナイフとかヤスリでやってもいいんですけど、スカルピーってやっぱ削るときにちょっとなんか粘土質というかちょっと粘り気がある樹脂になるので、結構ねヤスリがけをするのは結構大変でしたね。で足を作っていきます。でこれ足なんですけど、ファミマートの割り箸を利用することにしました。でこの付け根というかこの持ち手のところにいい感じのこの縦線が入っているので、ここを丸っぽい感じで作っていこうかなと思って、利用しようかなと思って、まあ、のこれを使うことにしました。まあ、最初はね普通に割り箸とか竹ひごとかいろいろ考えたんですけど、まあ、結果的にこれが一番楽かなと思ってこれを選びました。でリューターに接続して、まあ、180番とかの粗めのヤスリを使って形を整えていきます。でリューターに取り付けてこんな感じで先端にかけて丸く細くなっていく感じにして、で線の中央に関してはこの中央の、ね、線なんですけど、こうやって角のところをヤスリ当ててあげると、この角のところでこの間の部分だけ丸くなっていくので、足の部分は中央に丸いディテールが入っている椅子の足にしようかなと思って作ってみました。こんな4本揃うとまあこんな感じですね。なかなかいい感じの椅子になりましたね。だからこれジョイントというか足を取り付けるビットに取り付けるところの径がなかなか僕のリューターのビットと径が合わなくて、結構これやるの大変でしたね。はい、じゃあその次は足を作っていきます。でこれちなみにもう左足見たら分かると思うんですけど、左足に関してはねもうちょっとモールドを先に入れてしまいました。右足の方ね今からこれ作っていきましょう。で足のディテールなんですけど、まあスーツを着ているキャラクターになるので服のシワをしっかりと意識して作っていきます。でこれねもう足も分割されちゃってるんですけど、椅子と同様にヒートガンで加熱してデザインナイフでサクサクと切断していきました。で切断面は最初こんな感じでかなりガッタガタで汚いんですけど、ここにスカルピーを盛り付けて表面をきれいにならしていくっていう感じになりますね。表面をきれいにならした後は、今回はジャケット側を受けにしたんですけど、ジャケットの方に穴を開けて、でその穴に合わせる感じで、まあ、ここはねスカルピー使ったんですけど、本当はポリパテの方がいいかなと思います。ポリパテとか、まあエポキシパテとかパテをムニュッと押してあげて、あらかじめこれメスの方にくっつかないように、グリスとか油を塗っておかないとダメなんですけど、今回はワセリンを使って分離させました。でそんな感じで焼いた後パコッと外してあげれば綺麗にオスとメスが作ることができます。でそんな感じで軸のオスとメスを作っておけば、腹部とあと下半身の接続がしやすくなるので、まあ、そんな感じで、あとは抜くときもね多分作りやすくなるかなと思うので、まあ、その方がいいかなと思います。あとはガレージキットになったときにもね角度を合わせたり作りやすいんでね。足ですけどスーツのシワをなるべく再現しています。で服なんですけど膝のような、まあ、出っ張ってるところに服は引っ張られて、でまあ一つ前の動画でも言ったと思うんですけど、たるんでるところからこの出っ張っているところに対してライン線を入れていくと、結構ね服のリアルな質感というかシワの表現ができるんじゃないかなと思います。まあ例えばその膝だけじゃなくて肩もそうですし、あとは腰のあたりであったりとか、まあ、肘のあたりであったりとか引っ張られるところに対して、線を入れていってあげると、どこにここもお尻を入れてるんですけど、どこから引っ張られてどこがたるんでいるのかなっていうのを意識すると作りやすいかなと思います。で足の肉付けに関しても人体においてどのあたり足だったら足のどこが膨らむかとか、実際の体をよく観察して作っていきましょう。まあ、人間の体足に関してはまあ分かりやすいところでいうとお尻周りと、あとは膝の周りはまあ分かりやすいですよね。であとは太ももに関しても内側の方がちょっと出っ張ってるんですよね。付け根のあたりは内転筋っていう、まあ、足を閉じる筋肉がついてるんですけど、そのあたりの膨らみをしっかり作ってあげるっていうことと、あとはふくらはぎのあたりも、まあ、このキャラクターに関しては、まあ、恒例の、キャラクターというかその見た目のキャラクターになるので、そのあたりはそんなに主張しなくていいと思うんですけど、どのあたりに立体感をつけてどのあたりをへこませてあげるかっていう感じに作っていくと、実際の人体の体に沿った分かりやすいいい感じの、服の中にどういった体が入っているかっていう想像しやすい、原型が作れるんじゃないかなと思って今回は作ってみました。でこれ早送りしてるんで分かりにくいかもしれないんですけど、この時点だと右の大腿部足の太ももの内側がかなりへこんでいるので、
こうやってスカルピーで肉盛りをして形を整えていっていますね。結構ね、あと時間を置いて見直してみると、ここなんか形おかしいなみたいなところがちょいちょい出てきたりするので、まあ、造形であったりとか色を塗っている時とかもそうなんですけど、一度ちょっと時間を空けて見直すと、あの作業の粗とかが分かりやすくなったりするのでおすすめですね。ではズボンの裾もかかとの方からはシワを伸ばしていきましょう。今やってるんですけど、スカルピーはね、エポキシパテとか、ポリパテとかと比べると、削って形を作るっていうよりも、こうやって盛り付けながら足し算、引き算じゃなくて足し算で形を作っていった方が今回は本当に作りやすいなと思いました。削っていくとやっぱりスカルピー削りにくいんですよね。掃除機削れることは削れるんですけど、 PVC の樹脂を削ってるみたいになかなか綺麗に削れてくれないので、足し算で削ってディテールを作った方が分かりやすいんじゃないかなと思います。これ胸元のシワ作ってるんですけど、体をこのキャラクターってくの字を折り曲げた姿勢になるので、腹部で服がたるんで、で肩の出っ張りのところに布が引っ張られるかなと思ったので、お腹周りにシワを作っていきます。であとはお腹でたるんだ布が肩に引っ張られるようなイメージで、そこに、斜めのラインを入れてディテールを作っていきました。なので、まあ、服の中央のあたりと、あとボタンでも引っ張られてると思うんで、その中央のあたりとボタンの周り、あとは脇腹のあたりにシワを多めに造形していきました。で背中に関しては、スーツが引っ張られてるようなシワを作っていこうかなと思ってます。まだ今の段階ではちょっと作れてないんですけど、今後ちょっと作っていこうかなと思ってます。でこれ今襟のあたりを造形してますね。でスーツの襟に関しても同様で、分割されたことでこのあたりってね、頭がついてたりとか腕がついた状態、特にこのキャラクターの造形って腕を前で組んだキャラクターになるので、細かいところまでスパチュラが通らなかったので、今回に関してはもうこうやって分割した後細かく作っていった方がやりやすかったかなと思いますね。正直初めて作った原型でこういった腕を前で組んだキャラクターって結構ハードル高かったなと思って、これ作ってる時正直ちょっと後悔しながら作ってました。でこれでね、左右均等になっていなかったので、デザインナイフでね、余分な部分をカットしながら形を襟元は整えていきました。左と右でね、かなり形状が異なってたんで、足したり引いたりデザインナイフでカットしながら形を整えていきました。これ本当ね、腕が前であると本当分かりにくいんですよね。さっきから言い訳ばっかしてるんですけど、はい。じゃあこれね、前の裾の部分を作っていきます。裾じゃないな、ボタンの付け根のところですね。でボタンの付け根に関しても同様で、これ布が、上にボタンを留める側の布が上になるので、どっちの布が上になるのかを意識して、どっちの服というか布が下に奥に入っていくのかっていうのを意識して造形を作っていった方がいいかなと思います。そうすることで立体感がやっぱり出るかなと思ったんで、今回そうしてみました。やっぱり真っ平らな状態で、シワというか溝だけ掘っても正直平らすぎて、実際の服ってやっぱり立体感がもっとあると思うので、今回そういうところをちょっと注意して作ってみました。ボタンのね、隙間の溝ができたので、ジャケットの裾の部分をスカルピーを使って均等にならしていきます。結構ね、ジャケットの造形はやっぱりパーツ自体が大きいところっていうのと、あとやっぱり見栄えというか、特に視線を集めるところになるので、しっかりと造形していった方が見栄えは良くなるんじゃないかなと思いますね。ジャケットのこの脇腹のところもちょっとディテールが甘かったなと思ったので、こんな感じで、元のスカルピーをペタッペタッペタッと盛り付けていって、スパチュラを使って鳴らしていきます。である程度盛り付けてはスパチュラを使って鳴らしていって、でシワを、新しく造形したいところは彫り込んで新しく盛り付けてっていう感じを、延々と繰り返して造形していきました。この腹部に関しては結構時間がかかりましたね。ただその甲斐あって結構この脇腹のあたりの造形とかディテールはかなり、密にできたんじゃないかなと思います。結構ね、今回この使ってるのがくの字に曲がってるスプーン型のスパチュラを使ってるんですけど、このスプーン型の、スパチュラなんですけど、まあ、服のディテールの丸みをちゃんと持たせつつ、こういった奥まったところのディテールに関しては V 字にしっかりと溝を作ることができるので、今回のこの造形に関してはかなり重宝しましたね。あと反対側の、スパチュラに関してもこんな感じで、
と先っちょがとんがったデザインになっているので、先端を鳴らしてあげたりとかもかなりしやすかったですね。で、細かいディテールに関しては東武製作編でも紹介したこの、真鍮軸の先端に瞬間接着剤をつけて作った自作のスパチュラを使ってディテールを新造していきました。まあ、ここの辺はね、結構もともとの細かすぎて、普通の市販のスパチュラだったらちょっと通らないんですよね。で、脇腹のあたりもしっかりとモールドを新しく入れていきました。まあ、このあたりにはね、やっぱり新しい細かい造形がしっかり入ってくれると造形の情報量が増えてかなり良くなりますね。結構このボタンに引っ張られてシワができてる感じが結構分かりやすくなったんじゃないかなと思います。まあ、スカルピーでこうやって粘土でコネコネして形を作っていくのって結構楽しいので、僕はスカルピーでやっぱ作るのがかなり楽しいですね。削って作るのやっぱあんまり楽しくないんですよね、個人的には。まあ、こんな感じで服のシワができたのでボタンを作っていきます。まあ、ボタンのね、造形に関してはちっちゃく丸めたスカルピーをボタンのところに盛り付けて形を作ったのと、あとはね、服が引っ張られているようなシワをしっかりと作っていきましょう。なので、ここだとボタンで下側の布が止まっているので、そのボタンで上側の布が引っ張られているような感じになるんですかね。それをしっかりとスパチュラを使って作っていきます。で、これ背中の造形を平らにするために薄くスカルピーを盛り付けて表面をきれいにしていきました。まあ、正直一つ前の動画でもある程度造形は作ったんですけど、一つ前の段階ではラフ造形というか、まあ、普通のスカルピーを使ってる方だったら多分一発で造形作るんですけど、まあ、僕の場合ちょっとこうやって分割しながら細かい造形は作りたいなと思ったので、まあ、ラフ造形っていう感じで簡単な、マーキング的な目的で形を作っておいて、こうやって最終的に細かく造形を作り直すっていう作り方を今回はすることになりました。で、こうやって新しく慣らすときはスカルピーがやっぱりくっつきにくいので、表面をある程度リューターとかで荒らしてあげた方が新しくスカルピーがくっつきやすいのでおすすめかなと思いますね。まあ、本当ね、慣れた人だと、まあ、他の YouTube で、造形メインでされてる方とかだったら一発で作ると思うんですけど、僕はちょっと今回は慣れもちょっとなかなかないので、まあ、ご愛嬌ってところで、勘弁してください。まあ、こんな感じで親指で伸ばしながら1枚、この元のラフ造形の上に1枚スカルピーの皮をかぶせるようなイメージで表面を覆っていくって感じですね。そうすることで、まあ、実際に薄いスカルピーの膜ができて形が綺麗に整います。はい、指で綺麗に形を作った後はとりあえず片側が完成になります。まあ、もう片っぽも同様に処理をしていくことになったんですけど、まあ、時間の都合上ちょっと今回は割愛させていただきます。これつけているのは、筆で鳴らしているのは、前回の動画でも紹介した、シンナーですね。シンナーを使って表面のスカルピーを溶かしながら、細かいゴミであったりとか、ディテールの汚いところを、薄く鳴らしてあげるっていう感じになります。この表面をね、シンナーで溶かして形をきれいにしていく工程、僕正直一番好きなんですよね。やっぱり表面が一番きれいになるので。で、表面を溶かして慣らして、でその後ね、片面だけとりあえず造形ができたので、この状態で一度固めてからもう片方も処理をしていくっていう感じにしました。やっぱりね、パーツが持ちにくいっていうのと、レジンじゃないので瞬間接着剤を盛り付けてもスカルピーが瞬間接着剤と一緒にベロッと剥がれちゃうことがあったので、まあ、片っぽだけも焼き固めて、もう片っぽはもう一度造形し直そうかなっていうことにしました。で、ここからちょっと修正なんですけど、肩幅がね、めちゃくちゃ広いなっていうことにこの段階で気づいてしまって、本当ね、ガンダムのゲルググみたいだったので、肩幅をちょっと詰めようかなと思って、大胆にリューターで丸ノコを使ってがっつり切り取りました。で、この大手術をこの段階でやったので、結構この後の調整が大変でしたね。リューターの丸ビットを使って切断して、で、これで何が問題かっていうと、このね、このキャラクターって、座った状態で膝の上に肘をついたっていう姿勢になるので、この肩の開始位置が変わってしまうことで、この、なんていうんですかね、腕の長さも変わってくるし、
ただかといって膝の位置はもう変えられないので、上腕の長さと肩の開始位置を全て作り直さないと、上腕だけを伸ばしてしまうと明らかにオランウータンみたいな体型になってしまうので、そこだけちょっと、大変でしたね。肩の開始位置が狭くなって上腕が長くなってしまったので、この後、まあこの段階ではですね、スカルピーを隙間に盛り付けていってるんですけど、この後肩甲骨のあたりからごっそりスカルピーを削り直してディテールを作り直しました。この段階だとね、かなり上腕が長いのがわかるんじゃないかなと思います。で、切断して切り詰めたところにこんな感じでスカルピーを盛り付けて、もう一度形を整え直してます。で、ちょっとごめんなさいね、一つ前、さっき切断して肩甲骨周りも削って作り直したって言ったんですけど、そこちょっとね、動画がちょっと撮れてなくて動画にはなってないんですけど、まあそういう作業をしたっていうことだけ頭の片隅に置いておいてください。で、切断をする前にスカルピーをある程度ヒートガンで温めてあげて、切断をしていくことになります。ヒートガンで温めつつデザインナイフで切断していったんですけど、まあ、この腕に関してはさっき一度切断してもう一度スカルピーを盛り付け直して作ったパーツになるので、ここはね、中にアルミ線が通ってないので切断はかなり楽でしたね。こんな感じで切断していきました。で、形をきれいに整えていって、中のオス軸とメス軸を作って形を整えるというか、ジョイントの部分を作っていったっていう感じになります。で、まあ、中にアルミ線が通ってる場合は、まあ、タミヤとかから出てる模型用のノコギリであったりとか、電動リューターの丸ノコを使って切断した方がいいかなと思いますね。他にちょっとこのやり方もおすすめですよっていうやり方がもしあれば、できればコメント欄とかで教えていただけると非常に嬉しいですね。本当まだ僕これ造形まだ1年生なんで、わからないことだらけなので、あんまり人に偉そうに言えないんですよね。なので、いろいろと、視聴者さんで詳しい方がいたら教えていただけると嬉しいです。まあ、これ今回の作業でね、めちゃくちゃ苦労したのが関節のこのジョイント部分なんですけど、綺麗に作らないとガレージキットとしてレジンで抜いた後組み立てた時にぴったりはまってくれないんですよね。で、ある程度ガレージキット作り慣れた方だったら、温めて形をきれいに戻してくれたりとかできると思うんですけど、やっぱりその初めてガレージキットを作る方ももしかしたら買ってくれるかもしれないし、買ってくれないかもしれないので、まあ、もうちょっと作りやすいように太めの真鍮線を入れてオスを作って、ポリパテでメスを作って、しっかりとバッチリとパーツ同士がくっつくような感じで作ろうかなと思って、かなり苦労しながらこれ頑張りました。で、なんですけど、太めの真鍮線を使ったんですけど、まあ勘のいい方だったらこの時点でわかると思うんですけど、金属ってスカルピーのような樹脂と比べると熱伝導率がめちゃくちゃ高くて、これ大失敗しました。で、僕の場合何回かこうやって加熱しながら造形を作っていってるので、原型に熱を加えた時に真鍮軸の周りの温度がめちゃくちゃ高くなってしまって、接着剤がボロッと取れてしまったんですよね。なので、結局まあある程度綺麗に真鍮軸でオスとメスが作ることができたんですけど、結局ね、このジョイントも 2,3 回作り直しました。まあちょっとで、肝心のポリパテで軸を作ったところが録画できてなくて、ちょっと動画撮れてないんですけど、ちょっとごめんなさい。まあ本当はね、メス側を綺麗に穴の座繰りを掘っておいて、でそこにポリパテを充填してワセリンを塗って、むぎゅっと押して硬化させた方が綺麗にできるし、後から失敗も少ないんだなっていうことを今回身をもって実感しましたね。なので、次回からはちゃんとポリパテを使ってジョイントを作ろうかなと思ってます。まあ、あとはね、やっぱ切断する時のアルミ線がね、やっぱりなかなか切断するのは難しくて、結構あれが大変なんですよね。他本当やり方詳しい人教えてください、ツイッターでもいいので。で、関節のデコボコの作業は必死すぎて、ちょっと本当録画できてなくて、まあ、ちょっとね、今回は本当、まあ、慣れてなかったっていうところもあって、まあ、次の原型動画をまた作る機会があったら、その時にちゃんと紹介したいなと思ってるので、まあ、今回はちょっとごめんなさい、許してください。腕のディテールを入れてるんですけど、ここもね、肘のところにしっかりとシワが入るので、肘の部分にシワを入れていきます。で、この原型というか、まあ、イゴールのこのキャラクターって、腕を組んで腕を前に出した造形になるので、袖のシワがねやっぱり目立つっていうところもあって、そこのクオリティがやっぱり全体の仕上がりに直結するんじゃないかなと思ったので、
あの袖の造形に関しては結構頑張ってディテールを入れてみました。どうでしょうか。ちょっとわざとらしいかなとかも思ったんですけど、まあこのあたりもうちょっとシワの勉強とかした方がいいかもしれないですね。とりあえず今回の作業はここまでです。でワンフェスの日に必要な物資を購入したので紹介していきます。今回利用したのはさとみデザインさんの通販サイトを利用しました。で購入したものは、まあ、シリコンとレジンとあと離型剤と粘土などなどですね、まあ、あとはまだ原型作るに足りない部分結構あるのでまだ追加で買う必要がありますね。35,240円になります。お支払い手続き完了。では、まあ、とりあえずテストアッセンブルの紹介をしていきましょう。まあ、結構ねなかなか今回の作業で服のシワと椅子の大体の形ができたので、次回は手首と靴を作っていこうかなと思ってます。あとこのチャンネルね登録者2万人達成しました。本当にありがとうございます。次回の動画ではクレアモードさんのアルトリアオルタの塗装動画を紹介しようかなと思ってるのでぜひご覧ください。でその他ね瓦礫の塗装動画アップしてるのでチャンネルの方も他の動画もぜひご覧ください。ここまでの諸経費見ると10万超えてちょっとビビってるんですよね。2月12日ぜひよろしくお願いします。まあ瓦礫が高いって話ちょくちょく聞くんですけど、この値段考えるとまあ納得って感じですね。まあ、10万オーバーの赤字さすがにやばいので判決が通った際はぜひご覧ください。では次の動画でまたお会いしましょう。あなたの人生がホビーと共にあらんこと、エキゾチックホビーズでした。バイバーイ。